演舞開演。どうも、本日はこちらファミリーマートの甘さ控えめ完熟白桃ゼリーを食べたいと思います。では、いただきます。あ、すみません、控えめじゃなくて広がるでしたね。本当に甘さが控えめで、その分桃のみずみずしさを最初から最後まで感じることができて、とっても美味しかったです。甘いゼリーが好きな人には物足りないかもしれませんが、自分は果肉の美味しさを堪能したかったので満足です。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。次はイチゴで。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。